偉大なる採血紳士様、祈りを捧げます。今こそどうか御言葉を。警告、大会が未知の力の攻撃を受けています。ここが凹凸大会の会場か。今からここは僕の遊園地だよ。全参加者に命じ彼を捕らえよ。参加者の力だけではかなわない。我々に必要なのは運命を変えられるものだ。復活させるものについて何か意見があれば。凹凸大会が中止に追い込まれること以上に厄介なことなどあるか。これ以上参加者のエナジーを育成する方法を知る者もいない。我らの新たな武器になる。凹凸大会のルールにのっとって邪魔者を排除してもらおうじゃないか。七神士が天使として復活させてくれた。ダークサイドモンスターの調査ができる。やった。これで問題も間違いなく解決だ。うん、もちろんこの世で君に解決できないことはない。
ここは凹凸ホール。ほら、ちょうどダニエル様。凹凸大会の参加者たちよ、あなたたちならきっと一刻も早く侵入した闇の勢力を一掃し、おお、次から参加者は自由に、つまり今度の敵はダークサイド化したモンス。油断してはいけませんよ。昨日私の、でもダークサイドモンスターを倒すと、それ以外ルールに変更はありません。参加者がみんな行動を始めたね。私ここはフリーパーク、凹凸大会の初心者向けの会場。バトルマップではマス目をタップ、白色のマスは移動マスだよ。タップするとそこに移動できるんだ。緑色のマスは防御マスだよ。赤色のマスは通常攻撃マスだよ。タップすると敵、紫色のマスは専用スキルマスだよ。ジンの専用スキルは同じ方向にいる。参加者ジンさん、おめでとう。フリーパーク X13。 もう話が終わったと思ったら、ま、じゃあこのガキ怪我してるんだから、どうやらダニエル様に回復ユニットをよ。まずい、ジンが負傷し、紫色の専用スキルマスをタップしよう。あとの操作は任せたよ。どうだこのガキ。へえ、君天使だったのか。つまりダニエル様みたい。まあそんなところだ。担当してること、あんまり似てないな。でも今回の任務を無事にクリアできたらそれにしてもまさか俺が。スムーズに戦えるようにバトルマップに補給箱を用意しました。箱をタップすると入手できます。
すると参加者がポジションを交換して同時攻撃を行うんだ。かなり攻撃力だよ。本当に手強いやつだったね。見て、宝箱だ。左下の移動パネルを操作して参加者を宝箱まで移動させよう。段差は自動でジャンプできるよ。チビスパルタ、防御陣形を。お。チビスパルタ、しっかりして。ありがとう。すいません。放置探索が解放されたよ。一定ボタンをタップして報酬を一括で受け取ろう。ここから参加者管理画面に入ろう。ボタンをタップして自動追加をタップするとレベルアップボタンをタップしよう。
凹凸大会ではここはイベント画面だよ。メインクエストのバトルに参加者の管理はここで。これは絆システム。最後はリュックを見てみよう。全部理解できたかな。凹凸大会はまだまだ未知の場所があふれているから、あとは自分で探索してみて。ログインすると モンスター退治は俺に任せろ。コスチュームはパーツごとに色を変。肌の色。
ジンが待ってる。ここをタップしてバトルに向かおう。バトルスタート。ジン、エナジースキルは参加スキルアイコンの上の数字は、ここに表示されているのが現在エナジーが溜まったみたいだね。僕の召喚に応じてくれ、大スパルタ。俺の番だな、ベクトルクラッシュ。俺たちはやっ、助けてー、誰か。お、僕の召喚に応じてくれ、大スパルタ。ブラキオリオ、我が力となせ、ステラムーンブレイド。ここから参加者管理画面に入ろう。ここをタップして参加者のレベルアップ。次はエナジースキルレベルアップ、必殺技のレベルアップ。召喚機能が解放されたよ。召喚をタップしよう。今回は無料だよ。
ー